美容院で購入したやつを使ってます。で、美容師さんが髪にいいと聞いたので、まあ実際はいいかどうかわからないですけど、はい、使ってます。と好きなテレビ番組はしゃべくりセブンで、まあいろんな芸人さんが出てて、やっぱまあ見てたら面白くなるし、まあ落ち込んでる時とかに見ても楽しくなるんで好きなテレビ番組です。ちょっとうまく練習がいかなかった日とかにちょうどあれば、まあ見ても楽しくなるというか忘れれるんで、まあいいなと思います。まあ高校の時ブルドーザーつけられて、まあ特にプレースタイルもプロになってもそこまで変わってないと思うんで、まあ変わらずブルドーザーでいけたらいいなと思います。いいなと思うところは、捕まったやつみたいな、青森と同じように海産物が美味しいんで、ここはいいなと思うのと、まあ、意外というよりは、まあ、これ上から書いちゃって意外っていう、なんですかね、熱すぎるところがなんか大変です。特にないんですけど、他ないですか、あれですか、まあ、高木県にたまに行くんですけど、しっかりゴミを掃除するところとか、まあ、若干几帳面というところが、まあ、几帳面というところで意外なところにしといてもらえれば若干いいかなと思います。そうですね、やっぱり津軽海峡冬景色は外せないですね。まあというのは置いといて、特にカラオケは行かないんで、ないです。